こんにちは、スイッチマンです。今回からは、スパロボ OG2 をやっていきます。
それではスタートですが、OG2 はこの二人が主人公なのかな？どうやら双子らしい。どうしてゲームやアニメの双子は美男美女ばかりなんですかね？私の周りで今までに双子は何組かいましたが、美男美女の双子はお目にかかったことがないです。公約本によると、フィオナはすぐに永久離脱するので、敵を倒さないようにとのことでした。ってことで、ラウルで倒すようにします。あと、この二人は主人公でも何でもないようです。では、集中使っておきます。攻撃パターン選択終了。あいつを作った機体を傷つけるわけにはいかない。受けた分くらいは返させてもらう。落ちてもらう。おお、ワンパンですか。エクサランスのトサカについてるのは剣なのかな。機体のコンセプトは近接主体の機体になるのかな。我らの決意を思い知れ。当たらないに越したことはない。受けた分くらいは返させてもらう。ここまでか。射撃もいけるタイプのパイロットなのか。命などお救わない。頑丈じゃないと始まらないフレームだからな。誘いに乗ればこっちのものだ。熟練度獲得条件は2ターン以内で敵を全滅とのことなので、問題ないですね。さすが双子。能力も全く一緒。でも二卵性の双子のはず。まあ、その辺の突っ込みはいいか。
やたらと知らん人ばかり出てくるんだが、OG1 の続きですよね。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。